このシーンに込められているディテールが分かったらスネイプ先生がもっと好きになる。そしてドラコの印象が180度変わるシーンになるはずだったカットシーン大公開。はい、制作秘話やうっかりミスまで、ハリーポッターシリーズ最終作死の秘宝パート 1-2 トリビア始まります。死の秘宝パート2はシリーズ中で興行収入が10億ドルを突破した唯一の作品です。そして同時に制作会社ワーナーブラザーズで一番稼いだ映画、つまり未だに成績1位を保持しています。ちなみに5位がホビット思いがけない冒険、4位がジョーカー、3位がダークナイトライジング、2位がアクアマンです。今作は原作好きなファンから大好評な作品です。映画の長さの関係で小説の内容の大部分をカットした前作とは違って、今作はパート 1-2 に分けて作ったので多くの内容をカットせず映画に載せることができたからです。またシリーズ初、原作者の J.K. ローリングが直接プロデューサーとして参加したのも大きいです。特にシリーズクライマックスの最終決戦はうまく実写化され、原作を超えたと評価されていますね。もし J.K. ローリングがいなかったら変更されるところだったシーンがあります。スネイプとマクゴナガル先生の戦いシーンです。制作陣はここでマクゴナガル先生の代わりにハリーを入れようとしたそうです。前作謎のプリンスでの2人の戦いの続きを描きたかったそうなのですが、ここではマクゴナガル先生の活躍が大事だとローリングが強く反対し、原作通りにできました。また今作は俳優たちの意見もたくさん反映されました。例えばパート1でベラトリックスがハーマイオニーの腕に字を刻むシーンはヘレナとエマが考え出したアイデアです。ヘレナとエマは basically just like free played for like 2 minutes。演技とはいえ拷問のシーンだったので OK サイン後ヘレナはエマを心配してくれたそうです。また今作では初めてハーマイオニーの部屋が出ましたが、セットに着いたエマはなんか変なことに気づきます。セットには本棚がなかったのです。エマは制作陣にハーマイオニーだったら部屋に絶対たくさんの本があるはずと意見を言い、直ちに反映されました。またファインズによるアドリブもあります。ボルデモートがみんなの前でドラコにハグするシーンです。ドラコが彼に近づくのは台本にありましたが、抱くのは台本になかったそうです。このシーンだけで30から40テイク撮ったと言いますが、30テイクを超えた時点でファインズが急にアドリブをし、ドラコを演じたトムはとても戸惑い、そのまま凍ってしまったそうです。それが映画にそのまま映ってますね。その後いくつかのテイクをもっと撮りましたが、トムはこのハグのテイクが使われたのを見てびっくりしたと言います。 No, it was definitely not in the script. Nor was it in the 35 takes we've done previously. Amazingly, that was the one that made the cut. I couldn't believe it. It did literally 40 takes. That was the one that they chose. その他ルーナを演じたイバナも前作のようにルーナの衣装や飾り、部屋、そして結婚式で披露した彼女ならではのダンスの振り付けを直接作ったといいます。このように原作の内容も俳優たちの意見もよく反映しましたが、それでも残念ながらカットされたシーンがあります。その中で一番もったいないと思うシーンたちです。引っ越すペチュニアおばさんがハリーにハリーの母リリーについて語るシーンです。 I have lived in this house for 20 yearsAnd now in a single night, I'm expected to leave. They'll torture you. If they think for a moment you know where I'm going, they'll stop at nothing. Do you think I don't know what they're capable of? You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister.この一言で彼女が今までハリーをどんな目で見てきたのか、少しは観客を納得させるシーンでした。そして続いてのダドリーとの和解シーンももったいないカットシーンですね。 Isn't he coming with us? Who? HarryAbsolutely not. Why? Because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? Come on, Dudley, we're off. I don't think you're a waste of space. Thanks. See you, big D.ダドリーがハリーに心を開いたきっかけは5作目でディメンターに襲われてハリーに助けられてた事件です。最後にドラコがハリーを手伝うシーンです。死んだと思っていたハリーが生きていたことに気づくや否やハリーの元に駆け寄り杖を渡します。ドラコは最終的に悪の側に立ったものの、それは両親の評判が関わっていたからで、
その過程ではたくさんの内的葛藤がありました。そしてこのシーンで彼にも善良な心が少し残っているのを見せようとしたシーンですが、内部からはドラコの方向転換は激しすぎやしないか、突然いい人になる感じという声もあり、最終的には撮影までしたもののカットされ、未公開シーンにも収録されなくなりました。もしカットされなかったらこのようになったんですね。個人的には名場面になるシーンだったと思いますので、とてももったいないと思いますが、皆さんの意見も教えてください。今作で一番撮影難易度が高かったシーンは断然このシーン、7人のポッターです。当時映画関係者も感心したシーンですが、こう撮影しました。ダニエルが決まった位置に立ち、その後ろにグリーンスクリーンを置きます。ダニエルは演じ始めますが、少しでも位置がずれたら使えないテイクになったので気をつけなければなりませんでした。ダニエルもこのシーンが一番難しかったそうです。その理由は本当に髪を抜かれたし、ハリー以外の6人のキャラクターを1人で演じなきゃならなかったからです。まずは見本として他の俳優が自分のキャラクターを演じます。ダニエルはそれを観察し、各キャラクターの特徴を把握して自分が演じる際に適用します。例えばローンは歩く時にセクシーウォークのようにお尻が揺れる。You start to look at people in a very analytical way. Like Rupert walks with a real wiggle in his hipsYou know, it's actually quite a sexy walk. フレッドとジョージはガニ股で立っている特徴をつかみました。They sort of stand almost like that, almost with turned out feet or something like that.それでも各キャラクター10テイク以上撮ったそうです。その中で意外と女性キャラクターは早く終わったと言います。 The most surprising thing was how quickly I got Emma. I hadn't really done that much kind of work on it particularly. 才能があるのでは。下着を頼むフラーを演じた時もクレマンスの演技を見てから演じましたが、後ろ彼氏役のドーナルの表情がガチで嫌そうでおもろ。この過程を経て90テイク以上撮り、3日も撮影したといいます。そして結果はたった何十秒。コスパは悪いかもしれませんが、いいシーンが撮れましたね。最後にみんながハリーに変わる場面は特殊 CG を使いました。紫外線だけで見えるメイクをして、最新技術で各俳優の顔を撮り、それをダニエルの顔と混ぜます。そして撮ったシーンに作った CG をかぶせたのです。10年前、賢者の石では想像もできなかった技術だったといいます。今作の演技の難易度が高かった俳優がもう一人います。ベラトリックスを演じたヘレナです。彼女が選んだ大変だったシーンはパート2のグリンゴッツ銀行シーン。観客はこのキャラクターをポリジュース薬でベラトリックスに変身したハーマイオニーだと思って鑑賞しますが、実はベラトリックスを演じているハーマイオニーを演じているヘレナですね。このシーンのためにまずはエマがベラトリックスを演じるハーマイオニーを演じました。そしてその録画分をヘレナが研究して、エマがハーマイオニーを演じる時の特徴をキャッチします。例えば笑う時に息を吸う音を出したり、手をよく使ったり、セリフを言う前に唾を飲み込むなどの習慣があったそうです。この習慣はエマも知らなかったそうです。この研究に基づいてヘレナはベラトリックスに変身したハーマイオニーを完璧に演じ、観客が違和感なく見ることに成功しました。またこのシーンで後ろのロンもデスイーターを演じていますが、この時ルパートが被ったカツラはゲイリーがシリウスを演じる時に使ったカツラだったそうです。同じカツラなのに雰囲気が全然違う。皆さんが見逃しているかもしれない今作のディテールを紹介します。スネイプとマクゴナガル先生の戦いシーン。マクゴナガル先生の勢いがすごくて、スネイプは攻撃ができず防御に集中していますが、よく見たらマクゴナガル先生の攻撃を防御しながら自然にディスイーターに流し彼らを倒します。スネイプ先生、ボルデモートとベラトリックス2人のシーンではいつもベラトリックスがボルデモートの右側に立っています。これは意図的な演出で、ベラトリックスが彼の右腕というのを表しています。両親の記憶から自分の存在を消すハーマイオニー。ここで両親がオーストラリアに言及しますが、これは原作でハーマイオニーが両親の記憶を消したと同時にオーストラリアに引っ越すことを反映したセリフです。ホグワーツを守る石の衛兵、彼らも所属している寮があるといいます。彼らの盾をよく見たらホグワーツの各寮の絵が刻まれていることがわかります。最後の戦いのシーンです。ここで主人公3人はトロール、巨大な雲、
狼人間、ディメンターと次々遭遇しますが、これは彼らが一作目から戦ってきたクリーチャーの順番と同じです。ファンがシリーズを振り返れるようにした演出ですね。最後にハリーの友ドビー、ハリーたちを救出する際、ベラトリックスの狂人にかかり命を落とすという悲劇的な最後を迎えてしまいますが、彼の最後のセリフは初セリフと一緒です。最終編記念、数字で見るハリーポッターシリーズです。何だと思いますか？当ててみてください。まず80、これはダニエルがシリーズ中壊した杖の本数です。こんなに壊した理由は、休憩時間にいつもドラムスティックのように叩いて遊んでいたからです。没収しても彼のリズムは止まらない。この数字を聞いたダニエルは信じられなかったと。Gone through, worn out, Daniel Radcliffe, 80 wands over the last 10 years. What on earth have you been doing? 80? 80, 80.そして160はダニエルが映画前作で使用したメガネの総数、250は全シリーズで出演した動物の数です。魔法動物は CG を使いましたが、フクロウ、猫、ネズミ、コウモリ、カバなど実際の動物もたくさん出演させましたね。1820、これはハリーポッターシリーズ8作を全部見るのにかかる時間です。5800はハリーの額の傷跡のメイク回数です。前作でおよそ5800回、そのうち2000回がダニエルに対して、残りはダニエルの代役に行われたそうです。最後に500倍、これはダニエルがもらった出演料の増加率です。1作目で約1000万円、8作目が約52億、初期から約500倍増加したギャラをもらいました。またシリーズ全体では100億円以上稼いだそうです。ちなみにエマが70億円、ルパートが57億円でした。その他のトリビアです。ローリングはルーピンとトンクスが死んだことをとても悲しがってました。それでもキャラクターを引退させたのは、どの戦いも犠牲は避けられないということを知らせるためだったそうです。今作はシリーズ中、ハーマイオニーがほうきに乗って飛ぶ唯一の作品です。経験者だったルパートはエマに、普通に乗るとお尻が痛いから座布団を用意してとアドバイスしたそうです。下に落ちている石の破片は全部プラスチックです。俳優が走るのに邪魔にならないよう、そして怪我しないようにしたのですね。室用の部屋にある小道具は、10年間撮影のために使った小道具を全部集めました。よく見たら懐かしい小道具も見えますね。そして全部燃やしたのではなく、火は CG です。うっかりミス集です。デスイーターに襲われる主演3人、はい、スタントマンです。主演たちが怪我をして撮影延期になったら致命的ですので、危ないアクションシーンは大体スタントマンを起用しますね。死の秘宝について説明するルーナの父、絵に注目してください。はい、よく見ると違う絵です。事前に2枚用意したのですね。最後は少し難しいかも。はい、みんなの影がありますが、剣の影だけがないです。小道具ではなくて CG だったんですね。はい、これでハリーポッター全シリーズトリビア集完成。ここまで視聴してくださった皆様、ありがとうございます。次回はどんな映画のトリビア集かな、楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございます。バイバーイ。